はい、皆さんこんばんは。小田邸養養所のまんまる二力士です。今回ですね、すごい素敵な、依頼をいただきまして、この楽曲プレデスティネーション、プリディストネーションかなの作品ほめほめをさせていただきたいと思います。これサプライズっていう話で、なんかその話をいただいた時にものすごいなんかワクワクしました。で、この楽曲、なんとこの5名の方々が作り上げたものということで、すっごい作品だったので、実はもう10回ぐらいちょっと今リピートして、こうすごい上がってる状態でスタートさせていただいたんですけど、かなりなんか驚きっていうか、の僕が今まで抱いてたイメージのとちょっと違ってる方向性でいたので、なんかまず一発目聞いた時にすげえ衝撃だったんですよ。と思って、でそれで皆さんのページに行って、これが出来上がるまでってどういう軌跡をたどったんだろうみたいなのをちょっといろいろとこう覗き見してきたんですけど、じゃあまずちょっともう一回これをフルで聞いてみたいと思います。I told y'all, here they come now. You see them? Yeah. Both of the crews, I told them. They look like they gonna fight me too. Serious, see them? Both of them, see them?来たぜ最上級のビートメーカー参上、飾る戦法ライブ入ったライカー戦闘モード、なんて抜かない効果かます、マジモンバース Come on。続く世界の相棒、かけねなしの才能、瞬発力の再現さ、行くぞ引き止められる感情、見えない敵との戦闘、守りを固め防戦待ちな、真相真相大飲み込めヘルを見ただろう、真相真相大飲み込めヘルを繋いだ、お前だロボロス。ああ始まりゆかりない赤いパンティーナイ、街に出かけるジェイカクルース、その内からが出るフェイクトゥース、巻き抜け先聞くドウェイバーの上、マジ超かっこいいよねこれやべいやほんとに、いやこれはすげえなマジで。実はすごい私事なんですけど、明日僕ワクチンの2回目ですっごいなんかナーバスになってたんですけど、今めちゃくちゃテンション上がってんですよね、この曲のおかげで。でまずね、このメンツがすごいすごい良くてこの皆さんが一作品に集うっていうのがもう僕的にはかなりもうそれだけでやばいんですけど、どうしようかな。ちょっと曲の音量を下げながら
ちょっと細かく褒め褒めしていきたいんですけど、もうまずもってもう第一声がやっぱかっこいいじゃないですか。でかっこいいし、なんて言うんだろうな、なんかその踊らされますね。なんか踊るって言ってもなんかハイテンポとかでね、なんか踊るっていうよりはなんかこう腰をくねくねするような感じのっていうか、もう本当にあのヨーって感じの踊らされ方をする感じの曲で、正直僕はあんまりそのヒップホップとかには明るくないんですけど、いやこれはね、これはかなりグッときますね。それでまず僕が驚いてるのは粗品さんがラップ戦法っていうところですね。で、ちょっと流しながら行こうかな。流しながら行こう。I told you here they come now. You see them? あ、止まっちゃった。なんかこの。もうこのリフがそもそもすげえかっこいいんですよね。で、これ多分ビューさんがギター弾いてるんですよね。左チャンネルからの。でで、じゃん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 ってやつが、なんか、すっげえ気持ちいいオーバードライブなんですよ。で、なんかどこか、セッペリンを感じるというか、なんか本当にその、ギタリストの心をくすぐるサウンドと、なんかそのこの回転的なリフで、でじゃ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 、だから、ね、上がってってんだよね。で上げてってんだよなと思って、でそろそろ、なんでさっきすげえ良かったのに、これは再読み込みしたらいいかな。でこのね、かっこっていうあのすごいヒップホップのビートのなんか軽さと重さがすごい同居してるじゃないですか。これトビューさんがミックスしてて、アートワークで、このアートワークももうそもそもソーシャルだし、ウロボロさんがトラックって書いてるから、このビートの格を作られたってことですよね。これなんで固まっちゃうの？固まっちゃうのさ。I told you here they come now. You see them? これで結構。いやーマジかっけえなこれ。プリディスティネーション。来たぜ最上級伸びて目が参上飾る戦法ライブ入ったらか戦闘モードなんて抜かない効果かますマジモンバースカモンバースカモンからのマドマグさんが来るんですね。このマドマグさんのこの安定感のあるこのラップと粗品さんのあのかっこよさとの対比と、で、大津の間でこれウロボロさんってことですよね。で、ウロボロさんが王で王なんで、キングなんで、ね、で、ウロボロスって。いや、かっこいいっしょ。で、その後に、このゆうきさんのこのすっげ通る声で、
女性ボーカルが来るっていうのがもう予想外だし、でも考えてみればその通りだなみたいな。めちゃくちゃ楽しそうだしさ、なんかマジで。でここでね、ビューさんのこのギターソロが来るわけじゃないですか。でしかもワウで泣きのソロが入っての、でこれでメンバー紹介のが入ってくるじゃないですか。いやこれね、これやばいでしょ普通に考えてやべえよ。これを何回も聞かなきゃいけないな。このベースの動きもすごい。来たぜ最上級のビートメーカー参上、飾る戦法ライブ入ったライカー戦闘モード、なんて抜けない効果かます。マジモード一発目の粗品さんのこのラップ好きだ。来たぜ最上級のビート参上、飾る戦法ライブ入ったライカー戦闘って、あーかっこよすぎ、やばい。だんだんなんか褒める語彙力が低くなってくる。ここ畳みかけんだよね。まあ、さん始まるよ足りない赤いバンティーナイ、うちに出かけるジャンククルーズ、そんな内ばなんか出るフェイククルーズ、先の大好きにクルーズ。このバルノウェイのところが超好きなの。バルノアウェイのところ超好き。ここでみんなでわーって言ってて、ゆきさんがショーでタタタタってすげー自由な感じで、いやもうこれこれ反則だよな、このギター。いやー超耳服だな。1分59秒、超耳服。Oops, I told y'all, here they come now, you see them? Yeah. 来たぜ最上級のビートメーカー参上、飾る戦法ライブ入ったライカー戦闘モード、なんて抜けない効果かます。マジモンバース come on。さっきも言ったけど、畳みかけるんですよ。畳みかけるじゃないですか。この最初の粗品さんののは結構こうリズム感と系のラップからの、マノマグさんのこのすげえ畳みかけるてっていう、この緩急がすごい、石子の感情戦と防戦、いやー
シーソーシーソータイム、飲み込む蛇を見ただろう。この O O っていうのと、あの OH に対して尻尾とキングをかけてるのも好きだし、つないだでお前だって、このウロボロスっていうところで全部ブレイクするじゃないですか。いやこれね、マジ完璧だからウロボロス。その後にこのユキさんですからね。街に出かけるジャンクブルース、そんな内ファンが出るフェイクトゥース巻き抜かす聞き through the way バナウェイ回るさ今色はバナナウェイのところ超好き、やっぱりでしいやいや、最後のこのギターソロ持ってくるの、いやこのチャララララチャララって、これストラトかな、ストラトっぽい感じがしたけど、いやなんかこのビートとギターみたいな、ちょっとねビューさんがやってる世界観のテウロボロスさんのビートと合わさって、いや強烈だなマジでこの曲で。でビューさんがアートワークって書いてあるからこれをやってるわけですよね。でマジセンス高いんだよなこのね、なんかジャケットっぽいみたいなのを普段よくなんか最近よくやられてるの見てて、だからこのアルバムジャケット的な正方形的な感じにして、右手に歌詞とかを入れてて、でこれ、ね、僕このブロックな感じのフォントすげえ好きなんですよ。私このね、ここに集約させてて、ここにタイトルでもって、この色味とっていう、この配置の妙もすごい好きだなこれ。いやほんとなんかサウンドもやっぱ結構そのビニール的なあのサチュレーションのかかった感じのサウンドで仕上げてるのもやっぱさすがだなと思うし、なんかすごい聴いてて気持ちいいっすマジで。いやこれ本当にいいものを聴かせていただきました。いやーこれはね、なんか次回またこういうコラボがあるのかちょっとわかんないですけど、これは今後もすごい楽しみですね本当に。なんかなんだろうな、本当にこの5人のメンバーさんたちの良さがもう超合わさってて、でそれがまた多分ウロボロスさんのその和っていうね
のに絡んでる感じがして、なんかすごい鳥肌立ちます。いやマジ、いやほんとね、今回ちょっとこの褒め褒めをさせていただけたのは僕としてもものすごく嬉しいし、なんかもう本当にありがとうございました。なんかもういろんな意味でありがとうございましたですね。なんかうん、これちょっと僕も拡散を微力ながら協力していきたいと思います。じゃあ皆さんありがとうございました。次回作もほんのり期待してますんで、ぜひぜひ。では。